こんにちは、本気代表石原です。2020年度おめでとうということで、本当の第6章第5問が第6章第6問になりましたということで、まあ、そんな難しいことは全然ないです。まあ、ポイントは動画で散々言いましたように、要するに、大きく、ね、ビジネスやるためにはなるべく多くのお金が欲しい。でその時に1人や2人で出資するのきついし、銀行から最初からお金借りれないかもしれないし、かといって借りれても借金を負うの嫌だから、なるべく多くの人がお金を出してくれていいなということで、まあ、株式会社という制度が取られた、ね、ということは株集まってきた株主というのは、ね、多くの人ですから一人当たりの出資は小さい、大して気合も入ってないで集まってくる、責任取る気も全くない、ね、逆に言うとでも、大して気合が入ってなくても安心して集まれるように制度を明確にしておかないといけないということで、あ、株式会社においては株主はその持ち株数に応じて平等に扱われる、もちろん持ち株数に応じてですから3倍持っていれば3倍偉いです。しかし、3倍持ってるんだけど7倍偉いとか、そんな株主がいてはいけない。なぜならば、そんな会社には誰も金を集めてくれない。まあ、たまたまね、3倍しか手に出さないで7倍にしてもらえる人は出してくれるけれども、それ以外の人については面白くないから、誰もお金出してくれない。集まってこない。ということで、そういう不平等はいけないということで、平等の原則、動画でやった通りです。2、株式主は株式を自由に譲渡することは認めておらず、あらあら。まあ、動画で言いましたように、現実は、会社の方で、制度を作って自由に譲渡できないふうにしてますけれど、建前はあくまで自由に譲渡できるんですよね。なぜなら今言ったように株主は少額の金であんまり気合がなく集まってくるだけです。いざとなれば嫌になれば手放せばいいぐらいの気持ちが集まってくるんですから、手放せるようにしとかなきゃいけないということで、原則は自由譲渡ですから言えばおかしいということになります。株式会社の経営は取締役などに委ねることをしており、これを所有と経営の分離という、今言ったように株主は確かにお金出してくれますから所有者ですけど、大し気合がなくちっちゃな額を出してた、その人たちは全然自分らが表に出て経営する気なんか生まれてないということで、経営についてはプロに任せようということが法律の理念になっています。現実は日本の会社っていうのは株主も一族の経営だったりして、経営任せる、要するに役員に任せる時も株主なんか選ぶことが多いですけど、実際は本来は会社法っていうのは外部から MBA みたいなやつを呼んでくるのが建前にはなってます。はい、株主は間接有限責任しか負わない結果、会社債権者に対する財産は会社財産だけだから、その財産を維持しようぜということで、株主は全然気合いなく集まってきますから、ね、会社が悪くなっても責任取ってくれるのはどこまでかというと、自分らの株買った金がパーになるだけで、それ以上に銀行やらに金払ってくれるわけがない。これを有限責任、しかも銀行に対しては直接的責任はないから間接有限責任ですね。あれ責任によるなんで有限だっていうと、出した株がパーになっちゃうという限度では責任を負ってますから一応有限責任でも、銀行に対して直接負わないから間接有限責任ということは、銀行はいざ会社がおかしくなったら会社しか、取りようがない。現実制度は確保していて、頭で確保して連帯保証という制度で別に保証人がいるかもしれませんが、一応会社財産しかない。ということは会社財産がむやみに飛び散っちゃいけないということで、会社の最低限あるべき財産、何だっけ、資本といって株主が最初に入れた金についてはなるべくその資本が飛び散らないに気をつけているというのがその通りですから、絵についてもおかしくないということで、極めて簡単で意だけがおかしいということで、答えは○×○○どれだろう、 ② ですねということが分かりましたということで、簡単でした。じゃあね。